こんにちは。今日の講義は書籍、美肌の教科書、最新皮膚科学ってわかったスキンケア84の正解です。皆さん、お集まりいただきありがとうございます。本日は、皮膚科学の最新知見に基づいたスキンケアについて、詳しくお話しさせていただきます。この書籍は、皮膚科学の権威である川島真琴先生が執筆されたもので、美容に関心のある方々にとって非常に有益な情報が詰まっています。まず、この本のタイトルにある84の正解という部分に注目してみましょう。これは著者が長年の研究と臨床経験を通じて導き出した効果的なスキンケアの方法を84項目にまとめたものです。一見すると多いように感じるかもしれませんが、実はこれらの方法は私たちの日常生活に無理なく取り入れられるものばかりなのです。本書の構成は6つの章に分かれています。第1章ではアンチエイジングに関する誤解を解くことから始まります。多くの方が抱いている思い込みを捨てることで肌の状態が改善される可能性があるという興味深い指摘がなされています。例えば、高価な化粧品ほど効果があるという考えは必ずしも正しくないことや、敏感肌と自称する人の多くが実際には違う肌質である可能性が高いことなどが述べられています。第2章では化粧品の選び方や使い方に焦点が当てられています。ここで重要なのは自分の肌質や悩みに合った製品を選ぶことです。全成分表示のチェック方法や各種化粧品の正しい使用法について詳しく解説されています。例えば、化粧水は肌に軽くなじませるだけで10分で、パッティングのような強い刺激は不要だという指摘は多くの方にとって新鮮な情報かもしれません。第3章ではよくある9つの肌トラブルについてそれぞれの対処法が紹介されています。乾燥肌、ニキビ、シミ、シワ、たるみなど多くの方が悩んでいる問題に対する具体的なアプローチが示されています。特に興味深いのはこれらの問題が単に化粧品だけでなく、生活習慣や食事、ストレスなど様々な要因と関連していることを指摘している点です。第4章では季節ごとのスキンケアについて詳しく解説されています。日本の四季の変化に合わせて肌のケア方法を調整することの重要性が強調されています。例えば、夏場は紫外線対策が重要になりますが、単に日焼け止めを塗るだけでなく帽子や日傘の使用、室内でも窓際では注意が必要といった具体的なアドバイスが記されています。第5章では年代別のスキンケアについて触れられています。20代、30代、40代、50代以降と年齢によって変化する肌の状態とそれに応じたケア方法が詳細に説明されています。例えば、20代では予防的なケアが中心となりますが、40代以降になるとより積極的なエイジングケアが必要になってくるといった具合です。最後の第6章では美肌を作るための生活習慣について言及されています。スキンケア製品の使用だけでなく、食事、睡眠、運動といった日常生活のあらゆる面が肌の状態に影響を与えることが強調されています。特に注目すべきはストレス管理の重要性です。慢性的なストレスは肌の状態を悪化させる大きな要因となるため、適切なストレス解消法を見つけることが美肌への近道であると著者は主張しています。ここで少し皮膚の構造について復習しておきましょう。皮膚は表皮、真皮、皮下組織の3層構造になっています。表皮は最も外側にある層で、主にケラチノサイトと呼ばれる細胞で構成されています。この層は常に新しい細胞が作られ、古い細胞が剥がれ落ちるという新陳代謝を繰り返しています。真皮は表皮の下にある層で、コラーゲンやエラスチンといった肌の弾力性を保つタンパク質が豊富に含まれています。皮下組織は最も内側の層で、主に脂肪細胞で構成されており、体温調節や衝撃吸収の役割を果たしています。この本で強調されているのはこれらの各層に適切にアプローチすることの重要性です。例えば、保湿ケアは主に表皮を、エイジングケアは真皮を、そしてマッサージなどは皮下組織までをターゲットにしています。しかし、ただ製品を塗布するだけでは10分な効果は得られません。著者は肌の状態を良好に保つためには内側からのケア、つまり適切な栄養摂取や10分な睡眠、
適度な運動などが不可欠だと主張しています。また、本書では肌質という概念についても興味深い指摘がなされています。多くの人が自分の肌質を乾燥肌、油性肌、混合肌などと分類していますが、著者によれば、これらの分類は必ずしも科学的根拠に基づいたものではないとのことです。実際には、同じ人の肌でも部位や季節、体調によって状態が変化するため、固定的な肌質という概念にとらわれすぎないことが重要だと説明されています。さらに、敏感肌についても新しい視点が提示されています。近年、自分を敏感肌だと認識している人が増えていますが、著者の臨床経験によれば、その多くは実際には単なる乾燥肌や不適切なスキンケアによる一時的な肌トラブルであることが多いそうです。真の意味での敏感肌は比較的まれで、多くの場合、適切なスキンケアと生活習慣の改善によって症状が改善されるとのことです。本書の特筆すべき点の一つは、科学的根拠に基づいた情報提供です。例えば、美白成分として知られるビタミン C の効果について、その作用メカニズムや適切な使用法が詳細に解説されています。ビタミン C は水溶性で不安定な成分であるため、単に高濃度の製品を使用すれば良いというわけではなく、安定化や浸透性を高める技術が施された製品を選ぶことが重要だと指摘されています。また、日焼け止めの選び方や使用法についても、SPF や PH の意味から、適切な塗布量、塗り直しのタイミングまで、詳細な情報が提供されています。多くの人が誤解している点として、日焼け止めを薄く塗ることで表示されている SPF 値よりも大幅に低い効果しか得られないことが挙げられています。著者は、適切な量、顔全体で小さじ半分程度を塗ることの重要性を強調しています。本書では、スキンケアの基本ステップについても詳しく解説されています。クレンジング、洗顔、化粧水、美容液、乳液やクリームという一般的な順序について、それぞれの目的と正しい使用法が説明されています。特に注目すべきは、過剰なスキンケアは逆効果という指摘です。肌に必要以上の負担をかけることで、かえってバリア機能を低下させてしまう可能性があるとのことです。著者は、肌は自然治癒力を持っているということを繰り返し強調しています。つまり、過度に手を加えすぎるのではなく、肌本来の機能を引き出し、サポートするようなスキンケアが理想的だということです。この考え方は、近年注目されているスキンケアミニマリズムの概念とも通じるものがあります。また、本書では美容医療についても言及されています。ボトックス注射やヒアルロン酸注入、レーザー治療など、様々な美容医療の効果と注意点が解説されています。著者は、これらの治療が即効性のある効果を得られる一方で、適切な手術者の選択や治療後のケアの重要性を強調しています。美容医療を受ける際には、十分な知識を持ち、慎重に判断することが大切だと説いています。本書の中で特に印象的なのは、美肌の定義についての考察です。著者によれば、真の意味での美肌とは、単に見た目が美しいだけでなく、健康で機能的な肌のことを指します。つまり、外見だけでなく、バリア機能や保湿機能、新陳代謝などが正常に働いている状態が理想的な肌の状態だということです。この考え方は、単に化粧品を塗るだけでなく、総合的なアプローチが必要であることを示唆しています。さらに、本書では環境因子が肌に与える影響についても詳しく触れられています。紫外線や大気汚染、乾燥した空気などが肌にどのような影響を与えるのか、そしてそれらからどのように肌を守るべきかが説明されています。例えば、室内にいても窓ガラスを通して紫外線の影響を受けることや、エアコンの使用による乾燥が肌に与える影響など、日常生活の中で気をつけるべきポイントが多く挙げられています。また、ストレスと肌の関係についても興味深い指摘がなされています。ストレスによって分泌されるコルチゾールというホルモンが、肌の状態に大きな影響を与えることが説明されています。コルチゾールは皮脂の分泌を促進し、炎症を引き起こす可能性があるため、ストレス管理が美肌作りの重要な要素の一つであると著者は主張しています。本書では、スキンケア製品の成分についても詳しく解説されています。保湿成分、美白成分、
抗酸化成分など様々な有効成分の作用メカニズムやそれらを含む製品の選び方が説明されています。特に注目すべきは成分の配合順の重要性です。一般的に全成分表示の上位に記載されている成分ほどその製品中に多く含まれています。したがって目的の成分が上位に記載されている製品を選ぶことが効果的だとアドバイスされています。さらに本書では肌のターンオーバーという概念についても詳しく説明されています。肌のターンオーバーとは新しい肌細胞が生まれ古い細胞が剥がれ落ちるまでの周期のことを指します。若い頃は約28日周期だったものが年齢とともに長くなり40代では40日以上かかることもあるそうです。このターンオーバーを適切に保つことが健康的で若々しい肌を維持するために重要だと著者は説明しています。また本書では食事と肌の関係についても多くのページが割かれています。ビタミン C や E などの抗酸化物質、コラーゲンの生成を促進するタンパク質、肌の保湿に役立つ良質な脂質など美肌に効果的な栄養素とそれらを含む食品が詳しく紹介されています。著者はバランスの取れた食事が内側からの美肌作りの基本であると強調しています。本書の中で特に興味深いのは肌のpHについての解説です。健康な肌の表面はわずかに酸性、pH 5.5 前後に保たれており、これが細菌の繁殖を抑制し肌を守る重要な役割を果たしています。しかし強すぎる洗顔料やアルカリ性の製品の使用によってこのpHバランスが崩れると肌トラブルの原因になる可能性があるとのことです。著者は肌に優しい弱酸性の製品を選ぶことの重要性を説いています。さらに本書では肌のバリア機能についても詳しく解説されています。肌のバリア機能とは外部からの刺激や有害物質の侵入を防ぎ体内の水分を保持する働きのことです。肌のバリア機能はセラミドやコレステロール、遊離脂肪酸などの脂質が重要な役割を果たしています。これらの成分が適切なバランスで存在することで健康的な肌が維持されるのです。著者はバリア機能を強化するためのスキンケア方法としてこれらの成分を含む製品の使用や過度の洗顔を避けることなどを推奨しています。本書ではニキビケアについても詳細な情報が提供されています。ニキビの発生メカニズムから適切な洗顔方法、効果的な成分を含む製品の選び方まで幅広く解説されています。特に注目すべきはニキビを潰さないという指導です。ニキビを潰すことで炎症が悪化し跡が残りやすくなるリスクがあるため適切な対処法を知ることが重要だと著者は強調しています。またシミやシワの予防と改善についても多くのページが割かれています。紫外線対策の重要性はもちろんのこと、抗酸化成分の活用、適切な保湿ケアなど総合的なアプローチの必要性が説かれています。特に興味深いのは表情地割れの対策です。過度に表情を抑制する必要はないものの意識的に表情筋をリラックスさせることでシワの進行を遅らせることができるというアドバイスは多くの読者にとって新鮮な情報かもしれません。本書の最後の章では美肌作りのための生活習慣全般について触れられています。適度な運動、10分な睡眠、ストレス管理など日々の生活の中で意識すべきポイントが詳しく解説されています。特に睡眠については美容睡眠という概念が紹介されており、質の高い睡眠が肌の再生と修復に重要な役割を果たすことが説明されています。著者は美肌作りは一朝一夕には実現できないものの正しい知識を持ち日々の積み重ねを大切にすることで誰もが健康的で美しい肌を手に入れることができると主張しています。本書は科学的根拠に基づいた情報を分かりやすく提供することで読者が自身の肌に最適なケア方法を見つけ出すための導標となっています。この本は皮膚科学の最新知見に基づいた実践的なアドバイスの宝庫と言えるでしょう。ここで学んだことを日々の生活に取り入れることで皆さんの肌はきっと健康的に、そして美しく変化していくはずです。美肌作りの旅は長く時に困難を伴うかもしれません。しかし正しい知識と適切なケアを続けることで必ず結果はついてくるはずです。さて
ここまで美肌の教科書と最新の皮膚科学に基づくスキンケアについてお話しましたが、ここからはさらに深く掘り下げて、この本の内容と関連する興味深いトピックについて詳しく見ていきましょう。まず皮膚の構造についてもう少し詳しく説明しましょう。皮膚は単なる体の表面を覆う膜ではなく、非常に複雑で精巧な器官なのです。表皮、真皮、皮下組織の3層構造については前回お話ししましたが、それぞれの層にはさらに細かい構造があります。例えば表皮は5つの層に分かれています。最も外側から順に角質層、透明層、下流層、有棘層、基底層となっています。この中で特に重要なのが角質層です。角質層は死んだ細胞で構成されていますが、これが肌のバリア機能のようとなっています。角質層が適切に機能していないと、肌が乾燥したり外部の刺激に敏感になったりします。ここで興味深いのは角質層の状態と肌の見た目の関係です。角質層が薄すぎると肌が敏感になりますが、厚すぎるとくすんで見えてしまいます。つまり美肌を保つにはこの角質層を適切な状態に保つことが重要なのです。これは古代エジプトの時代から行われていたピーリング、角質除去の効果を科学的に説明するものでもあります。さらに真皮層にはコラーゲンやエラスチンといったタンパク質が豊富に含まれていることは前回お話ししましたが、これらのタンパク質の生成と分解のバランスが肌の弾力性や若々しさに大きく影響します。加齢とともにこのバランスが崩れていくのですが、適切なケアによってある程度はコントロールできるのです。ここでコラーゲンについて少し詳しく見てみましょう。コラーゲンは体内で最も豊富なタンパク質で、皮膚だけでなく骨や軟骨、血管などにも含まれています。コラーゲンの特徴的な構造は3本のアミノ酸鎖が螺旋状に絡み合ったトリプルヘリックスと呼ばれるものです。この構造がコラーゲンに強度と弾力性を与えているのです。コラーゲンの生成を促進する方法としてはビタミン C の摂取が有名です。ビタミン C はコラーゲンの合成に必要な酵素の働きを助ける補酵素として機能します。しかしここで注意が必要なのは、ビタミン C は水溶性のビタミンであるため体内に蓄積されにくいという点です。つまり毎日適量を摂取することが重要なのです。また最近の研究ではコラーゲンの経口摂取の効果も注目されています。以前はコラーゲンを口から摂取しても消化の過程で分解されてしまうため効果がないと考えられていました。しかし最新の研究ではコラーゲンペプチド、コラーゲンを小さく分解したものを摂取すると一部が吸収され、皮膚のコラーゲン生成を刺激する可能性があることが示唆されています。次に美白についても詳しく見ていきましょう。美白というと単に肌の色を白くすることと誤解されがちですが、実際はもっと複雑なプロセスです。肌の色は主にメラニンという色素によって決まります。メラニンは紫外線から肌を守る重要な役割を果たしていますが、過剰に生成されるとシミやそばかすの原因になります。メラニンの生成プロセスはメラニン生成経路と呼ばれ、複数の段階を経て進行します。この経路の鍵となる酵素がチロシナーゼです。多くの美白成分はこのチロシナーゼの働きを抑制することでメラニンの生成を抑え美白効果を発揮します。例えばハイドロキノンという成分は強力な美白効果で知られていますが、副作用の懸念から日本では医薬品扱いとなっています。一方ビタミン C 誘導体やアルブチン、麹酸などは比較的安全性が高く多くの化粧品に配合されています。ここで興味深いのは近年注目されているインナー美白という概念です。これは食事やサプリメントを通じて体の内側から美白にアプローチするという考え方です。例えばビタミン C やビタミン E などの抗酸化物質を豊富に含む食品を摂取することでメラニンの過剰生成を抑制し美白効果を得ようというものです。また美白に関連してブライトニングという言葉もよく耳にします。これは単に肌を白くするのではなく、くすみを取り除いて肌を明るく見せる効果を指します。くすみの原因は様々ですが、主なものとしては古い角質の蓄積、血行不良、酸化ストレスなどが挙げられます。したがって
ブライトニング効果を得るためには、適度な角質ケア、マッサージによる血行促進、抗酸化成分の使用などが効果的です。次に、アンチエイジングについても詳しく見ていきましょう。アンチエイジングは、単に若く見せるということではなく、肌の健康を維持し、年齢に応じた最適な状態を保つことを目指すものです。アンチエイジングの鍵となるのが、フリーラジカルとの戦いです。フリーラジカルは、体内で生成される不安定な分子で、細胞を酸化させる作用があります。この酸化ストレスが、シワやたるみ、シミなどの老化現象を引き起こすのです。フリーラジカルに対抗するのが、抗酸化物質です。代表的なものとしては、ビタミン C、ビタミン E、コエンザイム90などがあります。これらの成分は、フリーラジカルを中和し、細胞の酸化を防ぐ働きがあります。ここで注目したいのが、最近話題のポリフェノールです。ポリフェノールは植物に含まれる成分で、強い抗酸化作用を持っています。例えば、緑茶に含まれるカテキンや、ブドウに含まれるレスベラトロールなどが有名です。これらの成分を含む食品を積極的に摂取することで、内側からのアンチエイジング効果が期待できます。また、アンチエイジングにおいて重要なのが、細胞の代謝です。若い頃は28日程度だった肌細胞の入れ替わりのサイクル、ターンオーバーか、年齢とともに遅くなっていきます。このターンオーバーを促進することが、若々しい肌を保つ秘訣の一つです。ターンオーバーを促進する方法としては、適度な角質ケアやマッサージ、そして最近注目を集めているレチノイドの使用などがあります。レチノイドはビタミン A 誘導体の総称で、細胞の代謝を促進し、コラーゲンの生成を増やす効果があります。ただし、レチノイドは肌への刺激が強いため、使用には注意が必要です。ここで、スキンケアの歴史について少し触れてみましょう。スキンケアの歴史は古く、紀元前3000年頃の古代エジプトにまで遡ります。クレオパトラが牛乳風呂に入っていたという逸話は有名ですが、これには科学的根拠があります。牛乳に含まれる乳酸は、軽い角質除去効果があり、肌を滑らかにする働きがあるのです。また、古代ギリシャでは、オリーブオイルを全身に塗る習慣がありました。オリーブオイルに含まれるオレイン酸やビタミン E には、優れた保湿効果や抗酸化作用があります。現代のスキンケア製品にも、これらの成分を含むものが多くあります。日本の伝統的なスキンケアも興味深いものです。例えば、米ぬかを使った美容法は、江戸時代から行われていました。米ぬかに含まれるビタミン E やガンマオリザノールには、優れた抗酸化作用があります。また、江戸時代の遊女たちが使っていたというおしろいには、美白効果だけでなく、紫外線から肌を守る効果もあったのです。このように、現代のスキンケア製品の多くは、古くから伝わる知恵と最新の科学技術を組み合わせて開発されています。例えば、日本の伝統的な美容成分である、こんにゃくから抽出されたグルコマンナンは、最新の技術で加工され、高機能な保湿成分として多くの化粧品に使用されています。さて、ここで少し視点を変えて、スキンケアと環境の関係について考えてみましょう。近年、大気汚染や紫外線の増加など、環境の変化が肌に与える影響が注目されています。特に、PM2.5 などの微小粒子状物質は、肌の老化を促進する可能性があることが分かってきました。これに対応するため、アンチポリューションという新しいスキンケアの概念が生まれています。これは、環境汚染物質から肌を守るためのケア方法です。例えば、肌表面にバリアを形成する成分を配合した化粧品や、汚染物質を吸着して洗い流す洗顔料などが開発されています。また、紫外線対策も年々進化しています。従来の紫外線 A 波、UVA と紫外線 B 波、UVB への対策に加え、最近では可視光線の一部である青色光、ブルーライトへの対策も注目されています。ブルーライトは、スマートフォンやパソコンの画面から多く発せられており、メラニン生成を促進する可能性があることが分かってきました。このように、スキンケアは常に進化し続けています。しかし、どんなに優れた製品や技術があっても、基本的なケアを怠っては意味がありません。著者が強調しているように、正しい洗顔、適切な保湿、
そして紫外線対策という基本を抑えることが美肌への近道なのです。最後にスキンケアと心の関係についても触れておきましょう。ストレスが肌に悪影響を与えることは経験的に多くの人が感じていると思います。実はこれには科学的な裏付けがあるのです。ストレスを感じると体内でコルチゾールというホルモンが分泌されます。コルチゾールは炎症を抑える作用がある一方で、過剰に分泌されるとコラーゲンの分解を促進したり皮脂の分泌を増やしたりします。その結果肌の張りが失われたりニキビができやすくなったりするのです。またストレスは睡眠の質にも影響を与えます。睡眠中は肌の再生が活発に行われるため、質の良い睡眠をとることが美肌作りには欠かせません。したがってストレス管理は単に精神的な健康のためだけでなく、美肌作りにも重要なのです。このように美肌作りはスキンケア製品を使うだけでなく、食事、運動、睡眠、ストレス管理など生活全般にわたるアプローチが必要です。つまり美肌作りは総合的な健康作りと言い換えることができるでしょう。以上、本日の講義では美肌の教科書最新皮膚科学って分かったスキンケア84の正解を通じて、皮膚科学の最新知見に基づいたスキンケアについて詳しく解説してまいりました。この書籍が提唱する考え方は、単に美しい肌を目指すだけでなく、肌の健康を総合的に考えるという点で非常に重要です。私たちの肌は、外見の美しさだけでなく、体の健康状態を映し出す鏡でもあるのです。例えば、肌のバリア機能について学んだことを思い出してください。適切なバリア機能は、外部からの刺激や有害物質から体を守るだけでなく、体内の水分を保持する上でも重要です。つまり、肌のケアは単なる美容の問題ではなく、健康管理の一環としても捉えるべきなのです。また、美白やアンチエイジングについての知識も、単に若々しく見せるためだけのものではありません。紫外線や活性酸素から肌を守ることは、皮膚がんの予防にもつながります。さらに、適切なスキンケアは、アトピー性皮膚炎やニキビなどの皮膚疾患の予防や改善にも役立ちます。ここで興味深いのは、スキンケアと全身の健康との関連性です。例えば、慢性的な炎症は様々な疾患のリスク因子となることが知られていますが、適切なスキンケアによって肌の炎症を抑えることは、全身の健康にも良い影響を与える可能性があります。また、スキンケアの習慣は、自己管理能力の向上にもつながります。毎日の洗顔や保湿、紫外線対策などを継続して行うことは、規則正しい生活リズムの維持や健康的な習慣の形成に役立ちます。さらにスキンケアは心理的な側面でも重要です。肌の状態が良くなることで自信が高まり、それがストレス軽減やメンタルヘルスの改善につながることがあります。これは心身の健康が密接に関連しているという全人的な健康観とも一致します。この書籍で学んだ知識は日常生活の中で様々な形で活用できます。例えば化粧品を選ぶ際には、単に宣伝文句に惑わされるのではなく、成分表示を確認し、自分の肌に本当に必要な成分が含まれているかを判断できるようになります。また季節や年齢に応じたスキンケアの必要性を理解することで、その時々の肌の状態に合わせた適切なケアが可能になります。これは肌トラブルの予防や早期対応にもつながります。さらに食生活や生活習慣が肌に与える影響を理解することで、より包括的な健康管理が可能になります。例えば抗酸化作用のある食品を積極的に摂取したり、10分な睡眠をとったりすることが美肌作りだけでなく全身の健康にも良い影響を与えることを意識できるようになるでしょう。この講義を通じて皆さんがスキンケアに対する新たな視点を得られたことを願っています。美しい肌を目指すことは単なる見た目の問題ではなく、総合的な健康づくりの一環であると捉えることが大切です。日々のケアを通じて肌の健康だけでなく心身ともに健康的な生活を送れるよう心がけていただきたいと思います。皆さんにはこの講義で得た知識を日常生活に生かし、自分自身の肌の状態をよく観察しながら最適なスキンケア方法を見つけ出していってほしいと思います。そして
その過程で何か疑問や困難に直面した際には、ためらわずに専門家に相談することをお勧めします。そして最後に読書で美容と健康の勉強も大事ですが、美容と健康には、人のニーズや目標に合わせた専門的なサポートの提供、効率的かつ効果的な結果を得るためのプログラム、単に読書だけでは得られない個別の指導やモチベーション向上も必要です。なぜなら、美容と健康は個人によって大きく異なり、一般的な知識だけでは十分な効果を得ることが難しいからです。また、専門家のサポートがあることで、より安全で効果的なアプローチが可能となり、目標達成への道のりが明確になります。そこで、おすすめしたいのが、ライザップ結果にコミットプライベートジムです。ライザップは、単なるダイエットジムではなく、総合的な美容と健康管理のサービスを提供しています。その特徴は、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングにあります。これにより、一人一人のニーズや目標に合わせたきめ細かなサポートを受けることができます。ライザップの最大の魅力は結果にコミットという姿勢です。これは単なるキャッチフレーズではなく、実際に結果を出すための徹底したプログラムが用意されています。専属トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、一緒に目標に向かって頑張ってくれるので、モチベーションを保ちやすいのが特徴です。またライザップでは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れています。無理な食事制限はありません。むしろ食べられるダイエットとして知られています。これは単に体重を落とすだけでなく、健康的に痩せ理想の体を手に入れることを目指しているからです。さらにリバウンドしにくい体づくりにも注力しているので、長期的な健康維持にも効果的です。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人でも続けやすいプログラムになっているのです。また完全個室のプライベートな空間で行われるので、人目を気にせずトレーニングに集中できます。ライザップの自信の表れとして、30日間無条件全額返金保証も実施しています。これはライザップが自社のサービスの効果に絶対の自信を持っている証でもあります。さらにライザップは単なるダイエットサービスを超えて、総合的な健康管理サービスへと進化しています。専属のトレーナーだけでなく、カウンセラーや医療機関、管理栄養士、データ分析専門家がチームを組んで顧客のサポートをしているのです。これにより体重減少だけでなく、総合的な健康の向上を目指しています。ライザップの顧客体験戦略も注目に値します。フルマラソンを走りたい、結婚式で綺麗なドレスを着たい、健康になりたいなど、一人一人の顧客の気持ちや思いに寄り添い、それに対して結果にコミットすることを目指しています。これは単なるダイエットサービスを超えた人生のサポートサービスと言えるでしょう。ライザップの成功の秘訣はこのような徹底的な顧客サポートにあります。新人教育を受けたトレーナーたちが定期的に研修施設でトレーニングの方法を学んだり、サービスの品質を確認したりしています。このライザップメソッドによって、 52kg 減量、 38kg 減量などの驚異的な実績が生まれているのです。ライザップは今後さらに包括的な分野で健康で幸福な人生を支援していく方針です。多くの人々にそのメソッドを体験してもらう健康宣言を発表しており、社会に健康への関心が高まる中で、そのニーズはさらに高まっていくことが予想されます。ライザップの成功は単に低コスト経営を実現したからではありません。お客様とサービスを提供するライザップとの関係における絆、すなわち顧客との深い関係性の高さにあるのです。ライザップは顧客の期待を上回る感動を提供することで強い共感を得ています。このようにライザップは単なるダイエットジムを超えた総合的な健康美容サービスとして進化を続けています。健康で美しい体を手に入れたい、自信を持って人生を歩みたいと考えている方にとって非常に魅力的なサービスと言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。